さあ、まずその1、問題集の基本問題と標準問題をしっかりマスターする。うん、前期はね、基本問題と標準問題までしっかりやっておけば、まあ大丈夫。応用問題もね、まあ、できるに越したことはないんですけど、そこまでは要求されないと思ってください。後期におきましてはね、だいぶ算数の質がぐっと上がるんですが、後期受ける方はね、応用問題までやっておけばいいと思うんですが、受験生の層がだいぶ前期と後期で異なりますんで、ここではね、第一志望者の前期入試をピックアップしてお伝えしております。はい、問題集、いろんなものがございますが、基本問題とややそれより難しい標準的な問題をしっかり勉強しておくのが同志社公立の中学校のポイント範囲となっています。さあ、これは大切、とてもとても大切です。その2、各級席問題を念入りにしておきましょうということなんです。例えばね、さっきの平面図形のこのオリンピックのモチーフの問題ですね、五輪の問題です。これどう解きます？こんな問題です。右の図は半径3センチの円5個よってまとめになるんですが、記号問題軽く見てはいけません。回答の理由をしっかりと考える、そういう習慣をつけていただきたいと思います。この黄色い部分はですね、ぜひお子様にお伝えいただきたいんですけれども、記号問題あーとかね、1とかいうふうに書いて、あ、間違っちゃった、じゃあこっちだねっていうふうに赤ペンで書き直すだけのお直しというのは全く意味がありませんし、同志社公立中学のようにですね、記号問題がたくさん出る学校っていうのは、一つ間違えてしまうとガタガタガタっと、ミスを連発するということも考えられます。そういうことが起きないように、一つ一つの問題を丁寧に、そして間違ったところは解き直しをするということを徹底していただきたいというふうに思います。で、その中でですね、一つポイントとしてはですね、記号問題であっても記述問題のつもりで解くというのがあります。まあ、もちろん読解問題には限るので、先ほどの、真ん中のね、しのぎを削るなんていう問題はもちろん記述問題では無理なんですが、それ以外の問題に関しては記述をするつもりで解くというのがポイントです。つまりこういうふうに聞かれている、答えの中にはこういう言葉が入っていなければいけないな。まず知識の方は標準的なもの、これがね、多く出題されるので、こちらをね、得点源にしていきましょう。その時に、ね、じっくりゆっくり考えるではなくて、やはり問題数が多いのでスピードを意識しながら解くっていうふうにしてください。で、計算問題の方、こちらもね、たまに見られない形で出題されることがあります。そういう場合はね、一回置いといて飛ばしても大丈夫です。これを飛ばして確実に取れる計算問題、そちらに、ね、をしっかりと合わせるようにしていってください。そしてこちらがこのね、入試までにどういうふうに勉強していただきたいという流れなんですけれども、まずね、夏休みまではしっかりと復習の方をしていってください。こちらでね、知識と計算の基礎をね、しっかり押さえておきましょう。そして、ね、プラス8月の夏期講習で、その、ね、知識と計算を再度ね、また解いていくので、自分の、ね、知識とかね、その計算のやり方にちょっと抜けがないかなっていうのをしっかりとね、そこで見直しておきましょう。で、9月からこちらの方はどんどんね、アウトプットの方をしていきます。実践演習のね、問題だったり、過去問を解いていくこと。この時事問題、まあ、つまりニュース問題なんですけれども、こういった問題を多く出題する学校と、まあ、全く取り扱わない学校というふうにこう分けることができるんですが、同志社公立中学校の場合は、かなりですね、この出題の頻度が高くなっております。例えば大問1の問1、つまりですね、今年度の一番最初の問題、これがニュースの問題でした。 Go to AA に当てはまるカタカナ4文字を答えなさい、かなり話題となった、ものなので、正解率が高かったのではないかなというふうに思いますが、もちろん答えはトラベルというふうになります。もう一問、大問の2の問1はこのような問題でした。まさかの鬼滅の刃をテーマに問題が作成されております。ただもちろん鬼滅の刃に関する問題ではなく、問1は首相交代があった年でもあったので、この首相の名字を答えるという問題です。もちろん菅さんというところで菅という言葉を入れます。